山崎興盛は戦国時代の武将。大内氏、後に東春方の家臣。熊毛山城主。青年不詳だが、名前の興の字は大内義興に由来するものであることから、この頃から存命しているものと推測される。ただし、この頃には特に活動は見られない。大永2年10月、朱満八幡宮に太刀を奉納し、天文16年の朱満八幡宮文書に代官として名を連ねている。弘治2年から始まる毛利元就の傍聴契約を防ぐために、嫡男、隆二、恵良健宣、勝谷、興久、宮川伊豆守、郷尊の一騎らと共に、朱満、沼城に籠城。同年4月20日からは、熊谷信直、9月22日からは、毛利隆元率いる毛利軍の攻撃をたびたび、退けたが、翌弘治3年2月19日からは、毛利元就自ら軍勢を率いて、攻撃を始め、沼にむしろを浮かべ、火縄銃を初めて戦闘で使用して、総攻撃を行った。朱満、沼城の城兵はよく防戦したが、恵良健宣、宮川伊豆守らの降伏や、城兵の士気低下、逃亡により3月2日に、朱満、沼城は開城した。なお、長期戦の最中、強制の妻が籠城中の夫を慕い、城の周囲の沼を渡り訪ねたという逸話がある。元就は、山崎興盛父の前線を称賛し除名しようとしたが、強制は元就に検死をこい、断固として志を曲げなかったので、元就は仕方なく、検死として井上治へと小玉なり方を使わし、強制は隆二と共に、朱満、沼城六の本城という場所において3月3日に自害した。元就は、強制不死の首実験をした後、当主の菩提寺である、角郡長保の龍門寺に丁重に葬り、法要を営んだ。墓碑は、山口県周南市朱満の山口県立徳山高等学校徳山北分校裏の畑にある。次男の鶴千代丸は14歳だったため龍門寺で切腹したが、三男で11歳の泉丸は落ち延び、富田山奥に出て農民の藤井坊のもとに隠れ住んだ。その後、富田の伊達座起院が先祖の建立した寺であると知り、訪ねて、後に三世の早期和尚に養育された。21歳の時、富田万所の田中家に世話をされて後、和尚屋となった。子孫の泉や義平の時、天明5年に富田新開作の築立に成功する。ありがとうございます。